高く駆け抜けた君を。ここで生きてゆくなら、まず町のことは忘れることだ。食べ物はまずいし、羊は言うことを聞かないし、父さん分かってだし、草原にいいとかなんて一つもない。母を失った少年とチベット犬の友情。ねえ天智、ドージはもともとどこからか流れてきた犬なの。だから傷が癒えたらどこかに行ってしまうっていうの。ノア、ヤツを殺せ。嘘だ、ドージがそんなことするわけない。天智、犬をしっかり押さえてくれ。道場を見ていると力が湧いてくるんだ。見知らぬ土地でもおじけづかないで一人で生きているんだ。君が教えてくれた生きる勇気、チベット犬物語、金色の道場。